はい、真面目に考えたらね、行き詰まりですよ人生、まあ、ですんであまり思い詰めないようにしたところもあるし、うん、あとやっぱり真剣にね、1円ってもの、10円ってもの、100円ってものを考えましたね。なんで俺のところに金が集まってこないんだ、なんで俺のところから金が出ていくんだ。要するに私は人に頼み事をして人に依存していたから、その分お金払うからお願いねっていう風な外注をしてたっていうことにね、まとまっていくんですよ。では私が誰かの要求に応えて、誰かの悩みを解決して、誰かがやってほしいことをやった結果、何が訪れるかというと、逆に私にお金が集まってくるんだろうなと思ったんですよ。ただ人ってのは相当困ったことじゃないとお金は払いません。だから相当困ったことを解決するために自分の脳を鍛えてね、信頼関係を作って動ける体にしていくってことが必要だと思ったんですよ。まあ、ですんで、おそらくですけども、手取り14万の人のところには多くの人が集まってきてね、問題解決をお願いしますっていうふうにはなってないと思うんですよ。小さな相談事はまあ当然あるでしょうけども、どちらかというと自分が誰かに相談することの方が多いんじゃないかなと思います。で、この相談の流れですよね。私がこれを表現するとしたら、インプットとアウトプットの関係っていうんですけども、インプットにはお金がかかるんですけども、アウトプットっていうのは収入になるんですよ。だからなんかシンプルな、それを考えただけでも、インプットっていうのはアウトプットをしなければ元が取れないってことなんですよね。ここにクレジットカードがあるわけなんですけども、このクレジットカードを作った時っていうのは、まあ多少なりコストがかかってますよね。でもそれを取り戻そうと思ったら、クレジットカードについて5分10分喋ってる動画を100本ぐらい作ったら、まあ取り戻せると思いますよ。だからアウトプットをするってことですよね。 YouTube でアウトプットをするってこと。でもカードを作りましたっていうインプットだけだと、そのカードを自分のために作ってくる人がいっぱい働いてるわけですから、少なくとも自分は出費がありえますよね。もちろん無料でカードを作ってくれるケースもあると思いますけども、決済手数料ってものをカードを使えば払うことになりますから、結局は自分が誰かを雇った関係になるんですよ。だから自分が雇われる関係になろうと思ったら、とにかく自分がアウトプットして、自分の発信した情報によって誰かがね、ためになった、支えられたっていう状態を作っておく必要があると。で、これが今はできるんですよね。ちょっと昔は無理でしたよ、やっぱり。情報発信しようと思っても、そのプラットフォームもなかったですから。だからね、私が YouTube が出てきたとか、インターネットが出てきたってことは、とてつもない未来が来るなと。しかもそれは未来のどっかに来るわけではなくて、望めば自分に来るってことだったんですよ。さあ、それで辞めたのはサラリーマンだったですね。でも情報発信の方法っていうのがなかなかなくて、広告とか雑誌とかになってきちゃいますんで、なかなか難しいなってところに、まあ、IT 革命が来たっていうのはすごくいいタイミングだったと思います。本当にね、私もね、小学生中学生とこんな未来が予想できなかったですよ。自分に放送の権利が来るなんていうのはね、すごい時代ですよ。 YouTube のサーバー使い放題無料みたいなね、なんじゃこれだと思いますよ、うん、だからね、この世界最大のリソースを無料で使わせていただける、そんな環境があるわけですよ。これで儲かんないことはないですよね。だって Google のサービスを無料で使えるわけですよ、ね、すごいですよ。だから近所のサービス使ったらお金かかるわけですよ。近所の無名の会社のサービスにはお金がかかりますよ。でも誰もが知っている Google という会社の YouTube というサービスは無料なんですよ。稼げないわけがないですよね。ということで、手取り14万の人たちに申し上げますけども、私は毎日 YouTube に出勤しております。そしてその結果、手取り14万の人にもね、出会えてるんですよ、うん、じゃあこの同じ YouTube っていうところにいる私たちが、なんでこうもね、人生が変わっていくのかってことを真剣に考えると、あ、アウトプットしてない方なんだなということに、まあちょっと気づくといいなと思いますよね。もちろんコメント欄に書くっていうのも一つのアウトプットですから、私もそこから始めました。で、コメント欄に書くだけでも反応あるでしょ。じゃあコメント欄に書くんじゃなくて、自分が主体となってコンテンツ発信する、情報発信すると、今度はコメントを書く側じゃなくて、コメントを書かれる側になりますから、もっともっとね、自分のアウトプットソースは増えるわけですよ。こんな素晴らしい世界はないと思いますけどね、本当にね、男の人生過ごしてきて、こんなこともできないのかと自分にほぞをかむことってないですか。私はどちらかというと、いや、これもやった、あれもやった、それもできた、我慢がどんどんなくなっていく、そんな素晴らしい人生をこのインターネットの世代にいただいているかなと思いますけどね。もちろん手取り14万だろうが140万だろうが、幸せはそこにあります。幸せを
つかめる能力があれば収入が低くても全然大丈夫です。借金が3000万以上あって毎月100万以上の赤字を出して、そしてホームレスも2年間やった、平和公園でホームレスを2年間やった私もその時にどうだったかっていうと別に幸せでしたからね。幸せの質が変わっただけで幸せの形だけ、形っていうかね、幸せを感じるものは全く変わってないです。あの時も幸せだったし、その時も不足はなかった。でも今は20代の頃の幸せを今に当てはめて50になろうとしてる私がそのまま良かったって感じるかって言ったら、20代の頃の幸せは20代でしか味わえませんでした。30代でも同じ、ホームレスの時も同じ。私はもう二度とホームレスはしないと思いますし、しないように、いろいろとね、防波堤を築いてますから、なんかもっと別の方向の幸せをね求め始めたんだなってことですよね。その幸せには私は結構コストがかかりますし、コストをしっかりとかけていこうと思います、うん、でもお金がない時に感じた幸せはきちんとその時にね嘘を偽れないものでしたから、手取り14万だろうと不満を感じない方法はあると思いますけどね。じゃあ今回は以上ですね。ありがとうございました。